ミスターシモです。あ、はい、ザミックです。<laughs> なんか今、間違えそうな <laughs> ザックっていうのはまあいいや。<laughs> はい、えー、先ほど、うん、北湾まで触れましたが。そうですね。えー、次行きましょうか。そうですね、今日は幸いね、天気も良くて。はい、お部屋の中もあったかいので、なん <laughs> とか行けると思います。今日は、はい、暖房つけてません。はい。はい。えー、鈴木みのる対ザミック。はい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 。 ね、これ、これはね、本当ね、あの、言っちゃいますけど、はい。僕、この試合を面白くするために、うん、高山対ミスタシモは、うん、あの、踏み台とかもそういう、もう、ああ、そうでやりましたからね。<laughs> あ、本当ですかあの、はい。だって、ここ、プロ勢がみんな負けていくっていうストーリーだから、つながってたのかそうです。鈴木みのりに勝つ絵を作るためにどうしようって考えて。うんうん、ああ、なるほど。あ、そうですね。はい。うん、もう最後の砦としてミックがね。そうですね。ここで、 実在にボブサップに続いて勝つんですよね。まさかの鈴木みのるなんですけどね、相手が。もうトップ中のトップに勝つ。ああ。まあね。ここら辺はちょっと、そういった意味では、賛否両論かもしれませんね。賛否両論かもしれませんね。まあ、ただそのあの、本当はあの、こプロ勢が全員負けていくっていうストーリー込みで、まあ、私のブログ見てるかわかんないですけど、そうですね。皆さんがね。こうなるとね、それで、 ザミックも負けちゃったらね。そうなんですよ。なんだよ、潰れるしかない。まあ、勝つしかないというね。そうなんです。で、まあ、ね、いろいろやりましたね。この試合は、まあ、鈴木みのるのね、勝ちというか、鈴木みのるの強さも見せるために、スピア一回食らってもね、すぐ返したりとか。はい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 。やりましたね。はい。で、これも最後、あの、何でしたっけパンチ連打みたいな。そうです、1発。全員の分みたいな。そうこれは誰々の分、みたいな。 あれですよね。あれなんだったっけその漫画は。北斗の剣。北斗の剣。<あ>そうです。ジャギリージンと時です <laughs> そうじゃあ。そうです。そうです。あ,<の>あれね、結構当たります。分かる人だけ分かってください。<laughs> はい、<laughs> そう。どうでしたそうですね。まあ、これも割と鈴木みのるのね、あの、性格だったり、動きだったりくうムーブね、かなり。 研究して、あの、ダッシュに合わせたりね、ーーそうですね。最後はちょっとそういったね、あの、遊び心を出しましたけど。はい。はい、序盤から、そうですね、中盤。もうずっとやられてるんですよね、ミックが。うん、鈴木みのるらしさは出てるかなとは、うん。そうですね。思いますね。僕あの、うんうん、ま、僕の個人的な意見ですけど。はい。僕あの、ミックの試合全部でどれが一番いいって、うんうん、ミスターシモの絡み抜きで言われたら、 この試合かなと。ああ、なるほど、なるほど。僕好きです、この試合。あ、そうですね。すげえどうでもいい話していいですかはい。これね、僕の誕生日にアップしたんです。そうなんですか全然知らないです。じゃあ、冷静に考えてください。僕、誕生日に何やってんだって。ああ、悲しいなぁ。悲しい話です誕生日におっさんが、あれじゃあ、俺もいたってことかそうそうう。わぁ、やだやってもらったって。 そっかそっか。そうだったんですね。そうなんです。ああ、なるほど。じゃあそういった意味でも思い出深いというか。僕の中では、ちょっと苦熱です。まあそうですね。まあ、自分もまあ、嫌いじゃないですね。うん。で、最後のはね、またパンチ、連ンから、みたいなやつを。そうですね。やって。あれもね、ロッキーファイブですね。あはバグリか。あやっぱバグリだ。いや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 。はい。はい。で、次ですが。はい。まあ、ジョンシナ対ザミック。 あ、<laughs> あんまいいかな。そうですね。これなんかね、滑りましたね、に。<laughs> これあの、単純に私あの海外の、<laughs> あの、視聴者からの結構反響が大きいから、じゃあ、ははもうむしろ海外の視聴者向けに作ってみようかってことで、うん、あえて実況なしで、挑戦して、まあ、玉砕したと。 そうですね。そういう話です。なんでなんですかね、これ。なんででしょう。うん。なん実況内容がね、いいのかなと思ったんですけど、全然伸びないです。はい。なんだったんでしょうか。まあ、これさらっと流しましょう。はい。はい。で、次が、まあ、実在系選手とは事実上の最後になるんですが、中村慎介対ザミック。ああ、そうですね。はい。この辺になると、まあ、記憶に新しいというか。そうですね。うん。 これね、本当あの、結構、2回ぐらいね、収録。こう、3日目にしてようやく撮れたぐらいの、僕、記憶がありますね。あー、そうでしたっけ 2>, ?2 回ぐらいやってやる。そんな俺の時間無駄にしましたか、しれない <laughs> <laughs> そう。本当に、はい。この時、だってあれですよ。1.4の東京ドームの前にやろうって言ってたのに、<ー>東京ドームの中村南氏を超える試合をやるぞって言ったのに、<laughs> あそっかそんなんがねそ後出しになっちゃった <laughs> <laughs> そっかそっか。はい、まあそうっすよね。中村っていうのがこれが特殊で、はい、あの、まあすごい人気レスラーなんですけど、実は試合内容というか使ってる技ってね。まあシンプルですね。すごくシンプルで、蹴りばっかで。はい、蹴りと膝と。うん,うん。う組み立てるとなるとね、どういったのを使っていいかっていうのが。そうですね。だからその、うん、まあミックさんと話して、 技じゃない、まあもちろん技で見せるのも若干いつものように試みはやってるんですが、感情の表現をこの試合はすごくす、ね。そうですね。じゃないとね。し、う、て、ん、ますね。間が持たないとね。<laughs> そ,うそうそう。くねくねムーブだったりね。はい。そういったの、中村らしさを、ね。くねくねにイライラするミックとか。うん,う,んうん。あとで、ミックに焚き付けられてようやく中村もちょっと、切れ、ね、るじゃないですけど、うん、ね。ね、うん、その辺がちょっとね、いぶしとかがね、とやった時とかに、はい あれね、パクってないんすよ、本当に。そう。あいぶの、と中村の試合のパクリみたいに思われちゃうかもしれないですけど。うん。別に。そうそうそう。そう。そういうね、流れから作ってできたもんなんで。言わない方がよかったんじゃないですか。言ったら、こう、なんかね、なまあ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 。まあいいか。まあね。はい。なんかありますか他にこの試合。そうですね。まあ最後の、5枚へはいはい。 あの、アピール、片膝つくアピールを入れてから打つ。はい。ね、あれちょっと自分はあそこちょっとこだわったんですけど。そうですね。あれ良かったと思いますね、僕も。そうですね。ちょっと若干ね、あの、中村との距離が。近すぎ。うん、近すぎちゃったんですよね。あの、最終的にやった、取れたのが。はい。まあでも分かんなくはないんですけど、なんかエフェクトがね、妙に派手だったんで、うん、良かったんじゃないかと。そうですね。結果的に良かったんじゃないですか。はい。 ただ、まあ、中村ね、5万円の時ロープ飛ばねえよって言われちゃうと。まあ、そこそこは、多めに見てくださいと。そうですね。はい。限界なんです。そう5万円しかないんで、あの人。そうちょっとこらファンいっぱいいるんですかああ、なるほど。はい。はい。で、えまあ、最後になりますが、もう本当つい最近ですね。そうですね。キングボッコリ、無差別級選手権試合。はい。数年後。下対ザミク。はい。この辺がね。 はいあ。まあ、ビルドアップさして、よく見ると、いっぱい体に傷があって。そうすそうですそうです。もう、ベタな表現なんですけど。そうですね。<laughs> はい、髪型変えちゃうと、ちょっとね、誰だよってっちゃうんで。そうなんですよ。ニックね、髪型変えたり、あと、ミスターシモも、髪型変える以外に、コスチュームをちょっとかっこよくしたりしたら、うん、なんか意外と強そうに見えちゃって。そうですね。あの、髪型もね、結構意外とみんな、あれ、ちょっと強そうに見えちゃうなんてね、<ー>言われちゃったりしたんです。けどね。僕なりに、はい。あんうこう強さをね、出さない。 キャラがミスターシブだったんで、あ、まあ僕の話はいいか。うん。ザ・ミックに関してはですね、あの、まあ、あの、ミックさんに、はい。あの、パワーアップ考えておいてくださいねって言ったんですけど、はいはいはい。あんま考えてなかったで、ね。<laughs> <laughs> で、まあ一応僕はそのシューティングスタープレスっていうのをずっとネタを引っ張ってたから、うん、はい。それがパワーアップになるんですが、うそうですね。あとあの、頭脳プレイね。はいはいはい。で、ミックはじゃあ逆が面白いんじゃないかって。 その、うんうん、技は、今までの技が変わってない、ほとんど変わってないけど、全部がもう、あ<ー>必殺技級のパワーを決めて、ね。必殺技、なし。なしみたいなね。そ,それがハマったんですよね。と、あともう一つは、その、じゃミスター・シモが、頭ノで行くなら、行くは本能だと。うんうんうん 野生の感というか、直感というか。そう,そうですね。うん、で、まあ、この試合今までのミスター,下ー・シモタイ・ザ・ミックよりちょっとね、シリアスな感じになりますけど。そうですね。ただまあね、どっちがどう勝つか分かんない面白さっていうのは結構出せたんじゃないかなと僕は思います、ね。そうですね。そういった意味では。はい。出たんじゃないかなと。最後のね、サプライズ。最後の <laughs>、はい。ということで。最後ね、そうです、ね。<laughs> あの、なんかこの試合実はもうあの、エピローグ的にね、僕の中で、もう、うん、 最後のおまけぐらいの試合なんで、数年後っていうね。まあ、そうですね。なんで、何やってもいいかなと思って。このは、編集をね。そうですね。がっつり編集させてもらって、あの、ちょっと遊び心入れました。そうですね。まあ、あれはね、あれで。うん、よかったと思いますよ。笑ってもらっても結構ですし。そうですね。いい感じでしたよ。はい。まあ、結局、まあ、四まあ、まあね、動画は3回で、ブログで1回、 やってて、4試合。4試合やって、結局、まあ、一回も勝てなかったっていう、まあ、ストーリーにはなりましたけど。そうです。でも、まあ、そのね、あの、いつか勝つよっていう。まあ、そういうのを残しておいた方がね。そうです。あの、ベタです。少年漫画のベタの、あの、戦いはこれからだ、やつですね。ですね。はい。まあ、そういった意味では、いい感じに終わったんじゃないですか。まあ、そうですね。最終回にふさわしかったと思います。はい。了解です。はい。